ナダール。ナダール、ナダール、本名ガスパールイコールフェリックストゥールナション、ガスパール、フェリックストゥアナキン、1820年4月6日から1910年3月21日は、フランスの写真家。数多くの文化人や重要人物を撮影し、肖像写真家として、名を馳せたほか、風刺画家、ジャーナリスト、小説家、気球のり、 飛行技術研究家としても活躍した。ガスパールイコールフェリックスは1820年にパリのサントノレ通り、界隈、リオンとする資料もあるで生まれた。ガスパールイコールフェリックスは巨体で赤毛で、放浪癖のある若者だった。両親はリヨン出身で、父ビクトルはパリに出て、書店主、出版業者として成功していた。若い頃のガスパールイコールフェリックスは、 父に反抗してしばしば、パリの貧民街などに移り住んだ。ガスパールイコールフェリックスはその後さん、ラザール駅資金のリセコンドルセ、コンドルセ中等学校、リセコンドルセで学んでいる。1837年の父、ビクトルの死後、ガスパールイコールフェリックスは、リヨンで医学を学んだが、財政的支援もなく母や弟の生活の面倒も、見なければならなかったため、 生活の糧を探す方が先決だった。ガスパールイコールフェリックスは、リオンの新聞各紙に様々な記事を寄稿した後、パリに戻り、新聞絵詩人たちやボヘミアン的な生活を送る芸術家を主人公にした章などを書いていた。この時期、芸術家の友人たちは、ガスパールイコールフェリックスを、トゥールナダール、ドゥアナターとあだなした。ガスパールイコールフェリックスは、 すべての単語の語尾に、ダール、ダーをつけて話す遊びをよくしていたため、友人は、トゥールナションの代わりにガスパールイコールフェリックスを、トゥールナダールとんだのである。これが後に省略され、ナダールという通り名になった。ナダールの生活は、極めて厳しく、様々な注文に応えて、小説やギガを書いて、ここを押しのぐ毎日だったが、友人たちの財政支援でナダールは、ルリーブルドール、 ラリーバー・ディー・オアという雑誌を発行することができ、その編集長となった。知識豊かなナダールは、バルザック、ダイ・リューマ、オノレ・ドーミエといった小説家や仲たちと協力し雑誌を成功させたが、わずか9号で廃刊せざるを得なかった。ナダールは、この後、ギガ家として活動することになる。ルコーセやサタンへの寄稿をきっかけにナダールは、石版画へと転向する。 フランス2月革命前夜の1848年、初頭に風刺新聞、ルシャリバリ、ルシャリバリの風刺画家となった。1848年3月30日、ナダールは兄と共にナダールスキーの偽名を使って、ポーランドに渡り、当地の革命を助けようとしたが逮捕され、鉱山での労働という刑を受けた。ナダールは、本国フランスへの強制送還の措置を断って、自力で、 パリに帰ろうとし、ザクセン王国領内で、プロイセン王国政府関係者により取り調べられる、などの苦難に遭いながら帰国した。パリに戻って、すぐ、今度は、当時の政府の外務省幹部となっていた、出版業者、編集者、ピエール・ジュール・エッツェル、ジュール・ス・ヘッツェルによって、エージェントの職を打診される。ナダールはポーランドでの苦難にもかかわらずこの話に乗り、 プロイセン国境でのロシア軍の動向を調査するために出国した。1849年には雑誌、ラルビューコミック、レビューコミック、ルジュルナルプルリール、プチジャーナルポアリレなどの風刺新聞を発行する。この時期のナダールの仕事には、ルジュルナルプルリール氏のために執筆した風刺画シリーズ、例えば1852年の展覧会の風刺、魔法のランプが挙げられる。特に 1851年から始めて1854年に完成した当時の重要人物300人以上を描いた風刺肖像画シリーズパンテオン・ナダールはナダールの名声を高めた。1854年余裕のできたナダールは現在のパリ旧区界隈産ラザール街3ラザール通りリュセインツ・ラザールにある建物へ移転した日光のよく入る部屋をアトリエにして ナダールは新技術である写真による肖像の探求に打ち込み、ここで写真スタジオを開いた。当時、写真はダゲレオタイプに代わりし、シキコロジオン法が開発され、普及するなど技術革新が進み、パリ中に写真館が登場し、肖像写真を撮ってもらうことがブームとなっており、ナダールの写真館も軌道に乗り始める。同年、ナダールは、 プロテスタントの裕福な家庭出身の若い女性、エルネスティーヌと結婚したが、結婚後も若い芸術家や詩人などボヘミアンたちとの、こういうやらへの支援は続いた。また、同時期、ナダールは弟を支援して、肖像写真家としての腕を磨かせたが、弟もナダールの名で写真業を営もうとしたため兄弟で争いとなった。ナダールは、画家の道具が、 素材の革新で野外に持ち出せる道具になったのと同様に写真機も外出や旅行へ手軽に持ち出せる道具となるべきだと考えた。これにナダール自身の気球への関心や気球操縦者としての活動が加わり1858年ナダールは気球で世界初の空中撮影を行った。真上からの視点で見たパリ市街の写真に このような視線から都市を見たことのない当時の人々は非常に驚いた。気球に乗って写真を撮るナダールを描いたドーミエの風刺が写真を芸術の高みに浮上させようとするナダールは有名である。また空中だけでなく地下にも興味を持ち、パリの地下に広がる墓地カタコンブドパリや下水道に入ってマグネシウムの人工光を用いた長時間露出で撮影したほか、 性的な写真も撮影した。1860年、場所が狭くなってきたため、ナダールはスタジオをサンラザール前からカプシーノー通り35番地に移した。ナダールはここで人工校による撮影の実験を行ったほか、シャルル・ボードレール、サラベルナール、フランツ・リスト、ジョルジュ・サンドなど、第二帝世紀当時のフランスの主だった文化人はじめ、政治家、軍人、 君主などをも撮影し、肖像写真家として引く手あまたとなった。ナバールの肖像写真はわざとらしさが少なく、対象となるものの自然さや精神性を引き出すことに成功している。これには、装飾的要素の少なさや、アングルや光の当て方の工夫による、画面内の光が見るものに対して生む、心理的効果が貢献している。1863年頃から、 ナダールは巨人号、ルジアンと名付けた巨大熱気球、高さ40メートル、空気の容量6000立方メートル、13人乗りを建造した。この計画は、ジュール・ベルヌの同年の小説、気球に乗って5週間、サンクサメン・エンベローンにインスピレーションを与えたなどの反響があったが、10月4日のパリでの公開飛行では、高度が上がらず、飛行距離が伸びず失敗に終わった。 10月18日、ナダール夫妻はパリを立ち、二度目の飛行実験のためハノーファーへ赴くが、またしても失敗し、妻は負傷した。以後、資金が尽きたナダールは、計画を中止し、将来の飛行技術は、空気より重い飛行機械が先導するだろうことを、確信する。ナダールは、空気より重い機械による、飛行促進のための協会、ラセサイアット D。 インカーアゲメントで LA ナビゲーション IA ジャン AU、マヤヌ DU プラスロード QLA を結成し、ナダール自身が会長を務め、ジュールベルヌが初期となった。巨人号は1864年9月にもブルッセルで実験を行ったが、群衆が気球に殺到しないよう、安全な距離を置くために、最新式の可動式バリアを使わねばならなかった。 1870年から1871年の不仏戦争とプロイセン軍のパリ包囲戦に際してナダールは軍事用気球を建造して気球部隊を組織した。ナダールはモンマルトルに拠点を置き、ジョルジュ・サンド号、ル・ジョージ、サンド、アルマン・バルベス号、エル・アルマン・バーベス、ルイ・ブラン号、ル・ルイ・ブランと名付けた3機の気球でパリに迫る敵の偵察と撮影、地図作成、 手紙の輸送などの作戦に従事した。当時の内務大臣で、後の第三共和制成立に重要な役割を果たした愛国者、レオン・ガンベタは、パリ包囲後の1870年10月7日に、アルマン・バルベス号でパリを脱出し、トゥールで抵抗運動を組織した。1870年9月から1871年1月までの間に、 パリの2カ所の駅舎に作られた臨時の軽気球工場66機の気球が建造され、包囲されたパリから各地への11トン250万通の郵便の輸送を20した。これが世界最初の飛行機械の大量生産でもあった。ナポレオン3世の政府が介護、ナダールはモンマルトルで抵抗運動を組織している。パリコミューン崩壊後 挫折を味わったナダールは写真制作に戻り、これに熱心に打ち込んだ。この時期、1874年4月、ナダールは自分のスタジオ、モネ、ドガ、ルノワール、セザンヌ、ピサロ、モリゾ、ギヨマン、シスレイラが形による展覧会の会場として化した。当時嘲賞の的となったこの展覧会が、後に第一回印象派展と呼ばれる展覧会である。 ナダールはこの後、キャプシーヌ大通りのスタジオを失ったが、妻による財政支援によって、フォーブール・サントノレガイ、デュディ・ユー・フォーブール・セインツ・アンデに新しいスタジオを構えた。1886年、ナダールは、記者となっていた息子のポール・トゥール・ナションによる、当時100歳の科学者、ミシェル・ウジェヌ・シュブルール、ミヒエル・ユージーン・シュブルールのインタビューに同行しまいの写真を撮った。 同年9月に新聞に掲載されたインタビューは、この時撮ったシュブルールの写真があしらわれたもので、世界最初のフォトインタビューとなった。1887年、ナダールは隠居用の邸宅をパリ近郊の森の中に買い、1894年までそこに住み、パリから友人たちを迎えた。ナダールは病気がちになったが、この邸宅でゆっくり休むことができた。 77歳の時に写真家として再度挑戦する気になり、息子ポールにパリでのビジネスを委ね、ナダール自身は南仏のマルセイユで写真館を開いた。フランス写真界の長老ナダールはマルセイユで成功を収め、フレデリック・ミストラルラ南仏の知識人らと信仰を結んだ。1900年パリ万博において、 息子ポールの企画したナダール解雇展は大きな反響を呼び、ナダールは受賞した。1904年にパリに戻り、1910年に90歳の生涯を閉じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。